遺産処理工学始めていきます。第8回目の授業で、今回から遺産確率論の話をやっていきます。まあ、後半が遺産確率論の話になるんですけども、皆さん、確率論という授業を必修で受けて学んでいると思うんですけども、学んでいるんだと思うんですけども、その内容をですね、使っていくということを、この授業ではやっていきたいと。で、今回はこの基礎的な話なので、あんまりその使っていくってところに深く立ち入ることにはならないんですけれども、まあそういうようなことをしていきたいところの今日は基礎ということになります。だからその確率の言葉っていうのはもう使って、普通に使っていくということになるので、その点は復習しながらやってください。はい。で、今日これですね、典型的な確率的離散システムの解析ができるようになるというのが目標で、まあその典型的なもの3つ。ご紹介します。この最後のこの誕生日のパラドックスっていうのはガイダンスがあったんですけども、その時にご紹介したもので、まあ今日やりましょうということになります。はい。じゃあまずですね、この不公平な効果の上げというものをご紹介します。で、これはこういう設定の話です。次のようなコイン効果を一つ投げますとですね、効果だから10円玉とかですね、そういうコインを思い浮かべていただければいいんですけども、表の出る確率が P で、裏の出る確率が1マイナス P であると。で、まあ P は0よりも大きくて1価であると。まあこういう設定ですね。まあよくあると思います。だから公平な、負ではなくて、公平な効果なりと言ったら、それは表も裏も出る確率が2分の1であるもののことを指すんですけども、まあ、ここでは不公平なので、この表の出る確率と裏の出る確率が違っていっても良いというような設定であるということになります。で、まあ、そこでですね、こういう典型的な問題として、まあ、こういうことを話すと、この効果を続けて何回か独立に投げる。独立に投げる。まあ、重要ですね。独立に投げる。で、この時に、まあ、ここに書いてあるようなものを求めましょうというのを言いますね。1回、あ、1番。N 回投げて表が N 回出る確率は何でしょうとかですね。2番。N 回投げて表が一度も出ない確率は何でしょうとか。3番。N 回投げて表が一度は出る確率は何でしょう。一度は出る確率。だから1回以上ですね。1回以上出る確率。で、4番。N 回投げて表が出る回数の期待値は何でしょう。これ4番はこれ期待値を切っている。これ確率ではないですね。で、5番。表が出るまで投げ続けるとき、投げる回数の期待値はいくつでしょう。ここですね。この4番と5番はこれ期待値を聞いてる。で、1から3はこれ確率を聞いてるので、その聞いてるものの質が違うので、それは注意をしてください。ですかね。で、まあこれはよくある問題だと思うので、まあささっとやっていこうと思うんですけども、まあそういう意味ではまあ復習がてらということにはなるとは思うんですけどね。ただ、重要な考え方もあったりするので、それもご紹介しながらやっていきます。で、まず1番ですね。表が出る、N 回出る確率は何でしょう。だからその、N 回振って、N 回投げて、N 回とも表が出るっていうことになるので、それはどんな確率で起こるのかというと、これ重要なのは、この N 回投げるのはこれ独立に行われているということなんですね。で、まあ、まずですね、この確率を考えるときには、この事象っていうものをですね、しっかり定めてこう宣言するというのが重要ですね。EI として、この I 回目に表が出るという事象を表すことにしましょうと。で、そうしたら、この表が N 回出る事象っていうのは、ですね。表が N 回出る確率を今知りたいんですけども、この事象っていうのは、この E1 かつ E2 かつ点点点かつ EN っていう、その E1 から E2 から E2N まで全てが同時に起こるっていうことを、表している。そういう事象なんだということをまずですね、ちゃんと書くと。で、ここで重要なのは、ここに書かれている E1 とか E2 とか EN っていうのは、これ互いに独立なんですね。今、独立にコインを投げてますから。で、これ独立なので、この確率が、ここのように積、掛け算に分けられる。イコールですね。分けられるってことが重要です。独立だから。重要な注意です。で、この一つ一つの確率は全部表が出る確率なので、これ P なわけですね。で、これだから P が N 個あるわけです。それでこれ P の N 乗という形で確率が分かるということになります。だからね、この互いに独立あるというのが重要です。はい。では、二つ目。じゃあ、一度も表が出ない確率はいくつでしょうと。これはその、いわゆるこう余事象の確率というやつなんですけども、余事象書きましょうかね。余事象の、あ、字が書けなかった。余章になっちゃいましたけども、余事象ですね。字書けないですね。事項ですね。余事象の確率っていうものですけど、まあこれ考えると。で、その時だからその余事象、だからその、で、I 回目投げた時に表が出ませんっていう事象を考えましょうと。で、それはいわゆるその、先ほど考えてた EI という事象の余事象なわけです。ね。表が出ないってことは裏が出るということです。
ということで、で、この時に、これら4事象同士もこれ互いに独立なんですね。で、これは多分その確率論とかでちゃんとやってることだと思います。その事象が互いに独立だったら、その4事象同士も互いに独立だということになります。ということなので、この N 回中表が1乗も出ないっていう、事象は、この E1 バーかつ、点々点かつ、EN バーということになって、ここに書かれている事象は全部独立なので、確率が積に分かれて、一つ一つの確率は表が出ない確率なので、1マイナス P ということになります。これ1マイナス P の N 乗になるということになります。ですか？はい。ということになります。で、いいですね。さあ、3番目やります。そうですね。はい。N 回投げて表が1度は出る確率。あ、1度は1回、1回以上なんですね。で、これはその0回、表が1度も出ないっていう事象の4事象なわけです。ですね。表が1度は出るっていうのは、表が1度も出ないという事象の4事象だ。だから、これは、1マイナス、今求めた確率になりまして、1マイナス、1マイナス P の N 乗ですね。いいですかね。こういう形で書けるということになります。はい。ではですね、4番、ここからこれ、期待値なんですけども、4番は何だったかというと、N 回投げて表が出る回数の期待値はということです。で、これはですね、いろんな考え方があるんですけども、ここでですね、皆さんにこの重要な概念というか、重要な考え方っていうのをお伝えしたい。何かっていうと、これ、次のような確率変数を考えました。ということですね。で、確率変数っていう概念を皆さんご存知だと思うんですけども、この確率変数をですね、うまく使っていくっていうのが、この離散確率論においては非常に重要で、まあ、実はこれ、まあ、離散確率論だけではなくて、まあ、連続的というか、普通の確率論でもそうなんですけども、特に、まあ、普通の確率論でも大事なんだけども、普通の確率論がなんか積分とか出てきて、突然そういうのをやり出しても難しいので、まずこういう簡単な離散確率論でまずやって慣れましょうということになります。で、何かというと、この EXI っていう今確率変数考えるんですけども、これは EI が起こるときに1を取って、EI が起きないときには0を取るっていう、そういう確率変数です。だからこれは、実際にこのサイコロを振ると1か0かっていうのは、これ決まる、あ、サイコロじゃない。コインを投げると1か0か決まるんですけども、それまでは、まあ、なんだかわかんない確率変数なわけです。ですね。だから、それからすると、i 回目に表が出るときには1。裏が出るときには0というような確率変数です。で、こういうふうにですね、この、なんか、事象に対して、それが起きたときには1、起きなかったときには0っていう値を取るような変数のことを、その事象の表示確率変数と言います。インディケーターランダムバリアボーと言ったりします。で、これがですね、非常に役立つ。で、これ使うようになってほしいんですね、実際。で、なんで使えるのかと今から言ってきます。まずですね、この XI の期待値考えましょう。XI の期待値。そうすると、これは、1かける i 回目に表が出る確率。足す0かける i 回目に裏が出る確率です。あ、これですね。1かける p プラス0かける1マイナス p です。で、これ計算するとこれ p になりますね。ね。xi の期待値は p です。で、そうするとですね、今、この別の確率変数 x っていうのを用意するんですけども、これで n 回の中で表が出る回数を表すとしましょうと。n 回こうコイン投げるんですけども、その中で表が出る回数を表すとすると、これは x1 プラス点点点プラス xn で表せます。これ x です。いいですか。で、これは、ですね。このそれぞれの変数は1か0の値しか取らないので、こんな形になるということになるわけです。それで、何をしたいかっていうと、この4番は表が出る回数の期待値が欲しいのだから、この X の期待値を求めなさいということになります。ね。N 回中表が出る回数の期待値は X の期待値です。で、これは X、今 X1 プラス点点点プラス XN って言ってるんだから、X1 プラス点点点プラス XN の期待値なわけです。で、重要なのは何かっていうと、ここでですね、期待値っていうのは、この線形性っていう、性質が思ってます。つまりこの、確率変数の和の期待値は、確率変数の期待値の和になるということです。で、これは、この事象が独立であろうがなかろうが成り立ちます。今は実はですね、ここ書いてある事象とか確率変数は全部これ、互いに独立なので、考えやすいんですけども、そうじゃない場合でも、この期待値の線形性でこれ成り立つんですね。で、これが重要で、まあ、これは今回あんまり関係ないんですけども、次回以降そういうところが出てくるので、それは今後、注目していってください。で、今、これ期待値の線形性でこれだと分かると。で、そうすると、これ1個ずつですね、この期待値、これもう分かってるんです。これ P なんです。だからこれ P が N 個あるわけです。だからこれ PN です。という形で、欲しかった期待値が PN だということが分かるということになります。
いいですか？で、これをざっと見ると、なんか簡単だなっていうふうに思うんだけども、実はですね、皆さんその確率を初めに勉強したときに、こういう期待値を計算するときは、こういうふうにやってない可能性が高いです。で、普通はどうするか。長時間変、確率変数使わなかったら、普通どうするかっていうと、何かっていうと、その今、N 回、コインを投げて、N 回、表が出る回数の期待値を考えてるんで、その、じゃあ表が J 回出る確率は何でしょうってことをこう考えるわけです。N 回の中で J 回表が出るという事象を考えるんです。で、今それをちょっと FJ と書きましょうと。で、何するかっていうと、この N 回中表が出る回数の期待値っていうのは、ここに書いてあるような式で表せますよというふうに考えるわけです。で、これが普通です。何かっていうと、FJ が起こる、その、つまり J 回表が出るか、表が出る確率かける J の和とするわけです。で、これは、まあ、期待値の定義に沿って計算しているような形になるということですね。で、そうすると、まあ、この FJ、この N 回コイン投げたときに J 回表が出る確率っていうのを、まあ、知る必要があるわけです。で、まあ、それは計算できます。ここにあるように、この FJ の確率は、L チューズ J かける P の J 乗かける1マイナス P の N マイナス J 乗ですね。だからこれ N 回投げるんで、そのうちの、いつ表が出るのか、J 回表が出るのかっていうことをまず選んで、その選ばれた J 回で、それぞれ確率 P で表が出て、残りのところでは1マイナス P の確率で、裏が出ているということになるわけです。で、そうすると、この確率がこうわかるので、あとはこの和を計算すればいいですねって話になるわけです。この確率計算すればいいですねって話。で、そうするとですね、これをやんなくちゃいけないですね。で、これがですね、まあ慣れてればできるんですけど、案外難しい。あるいは、まあ何調べていいかわかんない。ここで止まっちゃう。で、これはですね、実は二項定理を使うと、なんだかわかります。で、これはまあ下に書いてあるんですけども、これ自身は演習問題にしてますので、まあその二項定理をどのように使えばこれがわかるのかってことをちょっと考えてほしいんですけども、それ置いといて、何かというと、ここに書いてあるものですね。nx, x プラス y の n マイナス1乗っていうのは、ここに書かれている和でかけるということです。で、この右辺の和と、この赤で囲んだ和を比べると、まあこれ非常に似てるんですね。で、まあ何をどうすればいいかっていうと、x を p として、y を1マイナス p とすると、ちょうどもうこの右辺ですね。下のこの演習問題の右辺は、この赤で囲んだものと全く同じになります。ということなので、この赤い部分はこの左辺の x を p、y を1マイナス p にしたものに等しいということになります。そうすると、これは nx の x が p、x プラス y の x が p で、y が1マイナス p で n マイナス1乗となる。こういう形になります。で、そうすると、この括弧の中身、これ1ですから、その n 引き1乗はこれは1になります。だから、この np だけ残って、まあ、順番 n 変えると pn という形で、先ほどの表示確率変数を使った時と同じ、結論が出てきていますけども、この、まあ、二項定理から導かれるこういう式を、まあ、自分で頑張って導くか、まあ、あるいは調べて引っ張り出さなきゃいけないわけです。で、それは割と難しいかもしれないですね。で、まあ、先ほどの前のページですね。前のページ。前のページ。この表示確率変数を使うっていうのも、これもまあ、難しいかもしれないんですけども、ここでやってる計算は非常に簡単です。だからこのアイデアがあれば、もう、あとはですね、非常になんか、ルーティン的にできます。で、非常に簡単です。で、こういうのはですね、やっぱり、慣れとか、経験が必要だと思うので、ここでご紹介するんですけども、まあ、こういうことができるようになってほしいな、というふうに思うというのが、今日のポイント一つです。はい。だから、格言というふうなのを言えばよかったかもしれませんけども、この表示確率変数を使えるようになってほしいっていうのは私の願いです。はい。で、最後5番目ですね。表が出るまで投げるとき、投げる回数の期待値は何でしょうということです。で、これもですね、これ表示確率変数使わないんですけども、これも普通はこうしないっていう方法をまずお伝えします。これに対しては普通はこうしませんっていう方法です。何かっていうと、今、まあ、この表が出るまで投げるときの投げる回数っていうのを知りたいので、その確率変数、それを確率変数として y としましょうと。これ y です。で、この y の期待値は知りたい。ですね。で、これを、分割します。その1回目に表が出たか裏が出たかってことで、この、表が出るまで投げ続けるっていう事象を分割します。どういうことを言ってるかっていうと、今この y の期待値を知りたいんだけども、1回目に表が出たとき、だからその E1 ですね。E1 が起きた時の話と E1 起きなかった時の話にこう分けるということをします。で、E1 が起きた時には、
P1 を条件とする Y の期待値。これ条件付き期待値ですね。条件付き期待値。ですね。で、この E1 が起こった時の、その条件のもとでの期待値っていうのを考える。で、後ろは E1 が起きなかった時に対応するものです。で、そうすると、じゃあ E1 が起きる確率と E1 が起きなかった確率、起きないという確率、そして、E1 という条件のもとで、起きたという条件のもとでの Y の期待値と E1 が起きなかったという条件のもとでの Y の期待値、この4つが分かれば、この Y の期待値を計算できますねってことになるわけです。いいですか？じゃあ、で、この4つを、まあ、考えるわけです。そうすると、まず、この初めの、これ E1 の期待値、これ、確率。これも知ってるわけです。これ P ですね。表が出る確率。これ P です。で、後ろ側、これ裏が出る確率。これは1マイナス P です。これも知ってると。じゃあ、あとこの条件付き期待値ですね。これ何なのかってことを考えると。今、表が出たという、条件のもとで、表が出るまで何回投げましたかっていうと、もう1回目で表が出てるわけなので、その時のその期待値っていうのは、表をが出るまで投げる回数っていうのは、それはもう、そこで、一回投げておしまいですから1になるわけです。もう確定的に1です。その場合は。ですかね。だからここ1になります。では、後ろ側ですね。E1 が起きなかった時に表が出るまで投げる回数は何でしょうと言われると、こうなりますと。何が起きるかっていうと、1回はまず投げてるわけです。で1回投げて E1 は、だから表が出ないっていう事象が起きているので、まずそこで1回投げてるんだけども、その後で何回かまた投げるんですけども、そこで、やることっていうのは、表が出るまでに投げるってことなわけです。だから、そこで、その、コインを投げる人が置かれた状況っていうのは、1回目と同じ状況に置かれてるわけです。ただもう1回目にすでに1回、あの、1回目です。1回目にすでにコインを投げてるっていう状況だけは変わってる。ということなので、この期待値は1プラス y っていう確率変数の期待値になります。いいですか？ 1 回もすでに投げていて、その後で行うことは Y を考えるときと同じ状況になっているというわけです。いいですか？で、ここで期待値の線形性から、この期待値っていうのは1プラス E の Y。1プラス Y の期待値になるわけです。この部分ですね。いいですか？ということで、今、この4つの部分、それぞれ何だかってこと分かりました。で、それ書きました。ここにですね。いいですか？で、そうすると、ここに書かれたものは何なのかっていうと、これは EY を変数とする y の期待値を変数とする方程式です。を変数とする方程式です。だから、これから ey がわかります。で、実際に、じっと眺めて解いてあげると、ey、y の期待値は p 分の1。で、それが知りたかった期待値です。ということになる。ということなわけです。いいですか？いいですか？ということで、まあ、わかります。ということになります。いいでしょうかね。で、これはあんまり普通の方法じゃないわけなんですけども、じゃあ普通はどうやってやるか。普通どうやってやるか。とすると何なのかっていうと、これは先ほどの、その、先ほどの、この条件付き期待値つかなかったらどうなのかっていうと、先ほどのその、N 回投げて、表が出た回数の期待値の時と同じように、各事象が起こる確率っていうのを考えるわけです。で、例えば、じゃあこれ今 AI って書くんだけど、これが何かっていうと、1回目から I、1回目までは全て裏が出ていて、I 回目で表が出て、このプロセスおしまいになるっていう事象を表しましょう。いいですか？で、そうすると求める期待値っていうのは、この I かける PRAI、I かける AI の確率の無限和になるわけです。これ無限にずっと投げ続ける可能性ありますから、これ無限和になります。そうすると、まあ、これ i は i なんで、この PRAI というのは AI という事象が起こる確率が分かればいいんですけども、それを知りたいと。で、そうすると、これ PRAI、AI が起きるっていう事象は何かっていうと、E1 バーかつ点点点かつ EI マイナス1バー。つまり1回目から i マイナス1回目までは全部裏が出ていて、かつ EI、i 回目で表が出るという事象になるわけです。そうすると、ここに書かれている事象は全部互いに独立なので、独立性から積に分かれます。ということで、ここには 1-p が i-1 個あって、最後に p があるから全体として 1-p の i-1 乗かける p というのが出てきます。いいですか？ということで、この後ろの確率、これ 1-p の i-1 乗かける p になるということが分かりました。
で、そうすると、この無限和を計算するという必要が出てきます。で、これはですね、実はこれ P 分の1なんですけども、まあ、これはですね、頑張って計算する必要があって、それはまあやんなくちゃいけない。やんなくちゃいけない。で、やると、めでたく P 分の1が実際出てきて、前のページでやった条件付き期待値を使った方法と同じ結果が出てきます。ですね。で、まあ、これは普通の方法なんですけども、まあ、私がお勧めするのはこういう条件付き期待値を使いこなすということです。で、もちろん皆さんはおそらく おそらくとか皆さんとかいろいろと分かってますけども、この条件付き期待値というものを聞いたことはあると思うし、定義も知ってると思うんですよ。まあ、知っていてほしいんですけども。だけども、こういうふうにこうなんか使うってことが、なんかね、抜けてるというか、まあ、あんまり経験がないと思うんですよね。だから、こういうふうになんかちゃんと使えるようになってほしいというふうに思うわけです。で、まあ、そういう例として出しました。ということになります。いいでしょうか。まあ、皆さんがどちらの方法で、こういう、期待値を計算しても、まあ、構わないんですけども、正しければ。こういう、なんだろう、ショートカットのような感じの考え方ができると、いろんなことの考えをですね、まとめやすくなるし、説明しやすくなるし、直感も湧きやすくなるので、ぜひですね、そういう方法も身につけてほしいなというふうに思います。あるいは、なんかその複数のですね、方法で求めることができれば、それは、お互いにですね、そのチェックすることができるようになったりしますから、そういうこともですね、身につけてくださいということになります。はい。今ですね、その4番目の話、この表が出る回数の期待値を考えるときに、こういう表示確率変数を考えたんですけども、まあ、それは置いといて、それでこの X の期待値というものが PL になるということを言いました。じゃあですね、次の質問で、この X、だからその表が出る回数っていうのが、期待値から大きく外れるってことが、どれぐらいの確率で起こるのかってことを知りたい。だからなんだろうな。こういうものの確率っていうのは、何かが起きることの確率っていうのは、その期待値が大きく外れないっていう、なんか直感を皆さん持ってると思うんですけども、そういうことをですね、ちゃんとですね、議論したいというふうに思うんですね。で、例えばその期待値の2倍。だから、この場合だと、この X が、2PN 以上になる確率はいくつでしょうと。で、これをですね、厳密に求めるのは割と難しいです。で、初回のでもやったように、その厳密にこう求めるとか、その全近的に求めるとか難しいかもしれませんけども、そういう時には、上階とか下階っていうのを求めましょうっていう話をしたと思います。で、割と簡単に、こういう確率は小さいんですよっていうことを示す。だから、これ小さいってことを言いたいので、上からですね、だから小さな数で、なんか抑えるってことは、実は割と簡単にできます。で、それをやっていきたい。いうふうに思います。で、そのためにですね、使う一つの重要な、こういう不等式を、もたらすような、考え方があります。で、その基礎となることを、やっていこうと思います。で、まずですね、まあ、実際にどうなるのかってことを、まあ、プログラム書いてシミュレーションしてみました。皆さんもこれ、プログラム、簡単に書けるので、やってみるといいと思います。これは図かというと、P を 0.1、N を100として1万回、あ、すみません、P を、すみません、P を 0.1、N を100回、100として、その100回コインを投げる、その表が出る確率0.1のコインを100回投げるっていうことを、プログラム上で行いました。で、それ100回投げるっていうのを1万回行ったということです。で、これに関しては何かっていうと、その1万回中、すいませんね。100回投げるんですけども、100回中何回表が出たのかってことを、この、横軸に書いてます。で、縦軸に書いてるのは、1万回行った中で、その表が出た回数が何回だったかっていうのを表す頻度です。例えば、これ12回だと思いますけども、表が出た12回、あ、10、表が出た回数は12回だったのが、この1万回中1300回ぐらいあったというような見方をするようになっています。はい。で、そうすると、さっき言っていた、この 2EX ですね。2EX。つまり 2PN っていうのは、この場合は 2×P が0.1で N が100。だから、私の計算が間違っていなければ、20ですかね。20。だからこの20以上の部分にある、出てきたこの、試行の回数は何回でしょうっていうと、これ実はこれ、30回あったということが、このシミュレーションではわかりましたと。だからこの場合は、1万回中30回が、この20回を超える、20回以上表が出ましたということになって、まあ、この確率は、このシミュレーションでは0.003っていう、まあ、割といい数、いい数というか、すごく小さい数が出てきているということがわかるわけですね。で、こういうことを厳密にやりたい。
で、さっき言ったみたいに、このイコールでわかるっていうのは難しいので、不等式で出したいということをします。はい。で、そのための、一番まず、基礎となる不等式がありまして、これをまずご紹介しましょうと。自然数値の確率変数。まあ、今、これ自然数は0以上の整数だと思ってるんですけども、まあ、その0以上の整数を取る確率変数 z、それと正の実数、t、っていうものに対して、この z の確率という確率変数の、期待値が存在するときには、このような式が成り立ちますと。何かというと、この z が t 以上である確率っていうのが t 分の z の期待値以下ですということです。で、まあ、こういう不等式は、実はこのなんか確率論とかですね、まあ、他にもですね、まあ、数学、深く勉強していくとたくさん出てくるんですけども、なかなかですね、まあ、いちいち覚えようとしても大変だったりすることもあるんですけども、まあ、こういうのはなんかまあ調べて、思い出せればいいかなとは思うんですけども、まあ、これはですね、割と単純な不等式なんですよね。だから、まあ、使っていくうちにだんだん慣れていくと思います。慣れていって、覚えようとしなくても覚えられてしまうという形にはなってほしいかなという気もするんですけども、まあ、別になんか覚えるまでのことでもない、なんか自然と、身につくかもしれませんし、今からこれ証明するんですけども、証明もそんなに難しくないです。ので、まあ、証明からひねり出すこともできるかなと思います。でですね、このマルゴフの不等式を使うことで、先ほど言ったような、起こりにくい事象の確率を評価するってことを、今後よくやっていきます。ので、まあ、だから、まあ、そういうことをやるときの基礎が、このマルゴフの不等式にあります。ので、これをよく使っていくことになります。はい。で、まあ、じゃあ、今言った通り、これ証明しますね。で、今はですね、この離散確率変数しか扱ってない自然数値なので、まあ、全部この期待値が割りになるわけです。で、この期待値を存在すると言ってるので、これ考えましょう、期待値。で、これは何かっていうと、z という確率変数が i を取る確率かける i の和ですと。こういうふうになるわけです。で、何をするかっていうと、この、z が t 以上になる確率を知りたいので、この、期待値を i から t-1 までのところ、と、i が t 以上のところで分けます。だから、この前の方は、まあ、i が t 未満のところ。で、後ろの方は i が t 以上のところで、まあ、こう分けているというふうになるわけです。ですかね。で、これはただの和なので、これ分けられると。分けられます。で、ここでですね、前の方は、もう確率の部分を見るんですけども、これ確率はこれ必ず0以上です。ですよね。で、後ろの方なんですけども、この i は、今、t 以上のものを全部取ってますから、ここに現れる i は全部これ t 以上になるわけです。ですか。ということで、このそれぞれを小さいもので置き換えます。で、そうすると、この不等式が得られるわけです。で、得られます。で、そうすると、この i の部分は、この確率を0で置き換えますから、全部こうなくなるわけですね。消えます。で、後ろのところはこれ i を t に置き換えるんですけども、t は i に依存しないから、この和の前に出せます。いいですか。出しました。で、そうすると、後ろの部分は、z が i となる確率の和になります。ですよね。で、これは取りも直さず、z が t 以上である確率であるわけです。ですか。ということで、ez は t かける z が t 以上である確率以上であるという式が出てるわけです。そうすると今、まあ、t は正なので、これ両辺 t で割ると、t は、t 分の ez っていうのが、pr z の t 以上。こういうふうになるわけですね。いいですかね。で、まあ、これの、今書いた式の左辺と右辺を入れ替えたものが上に書いてあるマルコフの不等式になるということになります。いいですかね。で、まあ、これで証明できたということになるわけです。いいですかね。だから、まあ、期待値から始めれば、まあ、こういう形で、まあ、簡単に証明できますということになります。今、これ自然数字の確率変数なんですけども、これ連続確率変数であっても、この z が0以上っていう条件があれば、まあ、同じように証明ができます。はい。それで、これをじゃあ先ほどの話に使うとどうなるかっていうと、x が 2e の x 乗ってやったので、今この z を x と思いましょうと。で、t を 2ex と思いましょうと。まずここで強調しておくと、ex ってこれ期待値。これはもう実数です。確率変数ありません。期待値っていうのは。だから、この 2x をこう t だと、t を 2x だと思うと。そうすると、このマルコフの不等式から分母は 2x ですね。なって、分子はこの期待値、x の期待値、こうなります。で、そうすると、2x 分の 2x と出てきます。これは2分の1です。ということで、この確率が、考えている確率が2分の1からっていうことは言えます。で、これは正しいです。
正しいんだけども、これだけでは、すごく小さいと言いますね。先ほど見たその 0.003 とか、そういうふうに、すごく小さいとまでは言えないわけですね。で、まあ、不満が残るというか、これは書いてくることが正しいですけども、もう少し頑張って、とても小さいということを証明したい。で、これがですね、実はマルコフの等式を使うと、このように使うとできないんだけども、別の使い方をするとできるっていうのがトリックなんです。これがちょっと深いんですけども、それをご紹介します。で、どうするか。やることは簡単なんですね。今、この x が2の ex 乗以上であるという確率を求めたいんだけども、この事象を2の x 乗が2の 2ex 乗以上であるという事象に置き換えます。で、これできるんです。なんでかというと、これ指数関数は単調増加関数だから。だから、この x が 2ex 以上であるという事象と、その各、この左辺と右辺を2の上に乗せた事象っていうのが、片方が起きるときはもう片方も起きるし、片方が起きないときはもう片方起きないんです。だから、これ全く同じ事象を表している。起きるか起きないかっていう観点で言うと。なわけですね。だから、これで置き換えます。で、何をするかっていうと、今この置き換えたものに対して先ほどのマルコフの不等式を適用します。こうします。マルコフの不等式何だったかって書くと、z が t 以上である確率が t 分の z の期待値以下。こういうことですね。で、今、この2の x 乗、これは z だと思っていて、右辺をこれ t だと思ってるわけですね。そうすると、t が2の 2ex 乗。で、分子が2の x 乗の期待値になると。いうことになります。で、そうすると、これマルコフ。これに見えないですけども、マルコフなんです。で、そうすると、何かというと、我々は、ex ですね。x の期待値、これは分かってます。だから、この式の、分母は 2×2 の pn 乗と。いうことは分かってるわけです。で、問題はですね、この分子知らないですね。分子知らない。だけど、これはですね、計算できます。計算できます。で、これを今から計算します。ですね。これが分かればよろしいです。で、これ計算します。で、ここで重要なのは何かっていうと、コイン投げをして、これ互いに独立に投げている。これ重要です。なので、今これ確率変数 x1 から x2 って、これは互いに独立です。で、この時には、そこから作られる確率変数同士も互いに独立になるわけです。2の x1 乗が2の xn 乗というのは互いに独立になります。ということなので、今知りたいのは2の x 乗の期待値なんですが、x っていうのはそもそも、この x1 から xn の和でした。ですね。なので、この肩の部分が x1 プラス点々と言います xn になります。で、これは指数法則から2の xi 乗の積になるわけです。いいですか？で、今この期待値の中身は、確率変数の積なんですけども、この中の確率変数がすべて互いに独立であれば、この積が前に出せるっていうのが、独立確率変数の重要な性質です。これもちょっと復習していただきたいんですけども、これは独立だからできます。独立じゃないとこれできない。だからこれは、期待値の線形性ではありません。期待値の線形性っていうのは、和が前に出せるんだけども、これ積が前に出せる形になっているので、積はですね、独立じゃないと前に出せません。だからこれは注意していただいて、こうなります。で、そうすると、このですね、2の xi 乗の期待値っていうのが分かれば、この知りたかった2の x 乗の期待値分かるということになるわけですね。で、これを、じゃあ計算しましょうということになります。これで2の xi 乗の期待値。で、xi 何だったかということをもう一回、復習すると、1になるのが、i 回目で、表が出る。いや1で、で、i 回目に表が出ないときが、これ、裏が出る。裏って書けないな。裏、こうかな。ちょっと書き順が変ですけども、裏が出るっていうのが、0となる、条件でした。で、そうすると、何なのかって、ちょっと下に書きますけども、あ、書かないかな。書かないです。書かないです。書きませんが、何なのかっていうと、だから2の xi 乗はどういうことなのかっていうと、2の xi 乗はどういう確率変数なのかというと、確率、だから表が出る確率は P なので、確率 P で、XI が1なので、2の XI 乗は2の1乗になります。ですか。で、裏が出る、つまり1マイナス P の確率で、XI が0になるので、その確率で、2の XI 乗は2の0乗になります。いいですか。そうすると、今、2の1乗、これ2です。
2の0乗、これ1です。例えば計算すると1プラス p っていうのが、この知りたかった、この確率変数の期待値としてこれ出てくるわけです。いいですか？で、そうすると何かっていうと、この、ここには1たす p があるんだけども、1たす p は i に依存しませんから、それが n 個、かけられたものというのが知りたかった2の x 乗の期待値になるということがわかるわけです。いいですか？いいですかね。ということで、我々の目標達成されたんですね。どういう目標かというと、もともと、この量を計算したかった。分母は先ほど言った通り、2の 2pn 乗です。で、分子今計算した通り、1プラス p の n 乗って形になります。でそうすると、これは、まあ、n を肩に持ってくるようにまとめると、2の 2p 乗はこれ4の p 乗ですから、こうなって、まあ、4の p 乗分の1プラス p の n 乗という、こういう形になるということになります。いいですかね。で、そうすると、まず、まあ、いろんなところにこれ、この式は着目したいんだけど、ただ何かっていうと、これはですね、この中身、は、1よりも小さいです、真理。p が、p は0よりも大きくて1以上なので、その範囲で、まあ、この、プロットしてもらうと、ちゃんとこれ1よりも小さくってことがわかります。ってことなんで、で、それの n 乗なんで、この値っていうのは、n が大きくなるにつれて小さくなります。n に関しては単調現象です。真に減少します。だから、何回も振れば振るほど、この期待値から x が大きく離れる確率っていうのは小さくなるってことは、この方法では言えます。先ほど、ただ単にマルコフの不等式を適用しただけでは、2分の1以下っていう、その2分の1っていうのは n、大きくしても変わらなかったんですよ。だけども、今ここに書かれているのは N に依存するので、N を大きくして、どんどん振る回数を、コインの振る回数を多くしていったら、その期待値から多く離れるような値を取るということが起きにくくなるということは、この形では言えるということになります。素晴らしいですね。で、先ほどのそのシミュレーションにおける値ですね。p を 0.1、n を100とすると、この値、ちゃんと計算できて、これ、0.0132 ぐらいになります。先ほど 0.00。3だったかな？ 0.003 っていう値が出ていたので、だからそのシミュレーションで、出てきた、結果っていうのは、まあ、この計算とも、まあ、凄がないということになるわけです。いいでしょうか？で、こういうですね、このなんか2の何とか乗を考える、これがですね、非常に有用なテクニックなんですね。で、それをですね、あ、実はこの名前がついていると。これがチェルノフ障害の技法自体を言ってるんですけども、これがある。で、実は、この今、2の n 乗とか2の x 乗とかって言ったら、これ別に2である必要これ全然ないんですね。これ別にこれ3でもいい。で3にすると、まあ、同じような計算なんだけども、この部分がこう変わって、で、あと、この3の x 乗を期待して計算する必要があるんだけども、これ先ほどの話と同じように計算できます。でそうすると、1プラス 2p の n 乗ってのが出てくるんですけども、うん、出てくるんですけども、で、そうすると、まあ、こういう式が出てくると。ですね。で、そうするとですね、例えば、先ほどのそのシミュレーションの時の値、b を10分の1、0.1、n を100とすると、この右辺はですね、これ 0.0238 になります。先ほど、2の時は何だったかっていうと、これで 0.0132 なわけです。で、上階は小さい方が嬉しいので、この、この2乗をですね、3乗に変えることによって、この得られた上階が大きくなってしまって、これは2を3に変えなかった方が良かった。小さな境界が得られていたっていうことになるんだけども、状況によっては3を選ぶ方が良い場合もあるかもしれません。だから実はこの何乗を考えるのかってところには自由度があります。なので、実はこのチェルノフ境界の技法ってこういうその何乗かっていうのを考えるときには、普通はどうするかっていうと、適当な定数 c っていうのを考えて、c の x 乗の期待値を考えます。で、そうするとこういう式が出ます。式が出ます。で、この式は c に依存する形になります。だから c が入った式になります。で、そうすると、これはなんか C が入った式なんだけども、ここに出てきた式、つまりその上階を小さくするように C を定めましょうってことができるようになります。で、そうすると、その場合によって一番良い、その、2の X 乗がいいのか、3の X 乗がいいのか、まあ、はたまた、もしくは 2.5 の X 乗がいいのか、いろんなパターンがあるとは思うんですけども、そういうのがですね、この C をうまく選ぶことによって、定めることによって、考えられますよっていうことまで、本来はこのチェルノフ境界の技法では行います。ただですね、まあ、その、なんだろう。期待値から大きく離れる確率が小さいですよってことを言いたいだけだったら、別にそれは、2の X 乗でも、3の X 乗でも、それは、結論は言えます。つまり、このですね、右辺が、0に
収束する N 大きさの時にですね。ってことは、まあ言えるんですけども、もっとこの具体的な式の形まで考えたい場合には、そういうことをすると。それとは、あの C の育種を考えてやるってことをします。はい。というのが、はじめのこの不公平な効果だけの話、やってきました。はい。で、これが一つ目のトピックでした。はい。じゃあ、二つ目のトピックですね。このクーポン収集問題という話をします。これもですね、典型的な、離散的確率、離散確率論で出てくるですね、問題です。で、これをご紹介します。こういう設定の問題です。まあ、これ、クーポン収集問題、これ、クーポンコレクターってよく言ったりするんですけども。まあ、クーポンコレクターっていうと、それは、クーポンを収集する人のことを言うわけですけども、まあ、日本語で言うときは、収集する人とか収集したとは言わずに、まあ、クーポン収集問題と、簡単に読むことが多いと思います。で、まあ、説明していきます。何か、商品を買うとですね、N 種類の景品の中の一つがあったんで、まあ、その景品のことを、ここではクーポンと言いましょうというふうに思うと。で、この人が目指しているのは、この N 種類のクーポンをいわゆるコンプリートすることです。すべて欲しい。ですね。ただ、どの景品 i に対しても、その景品 i が当たる確率は n 分の1です。これらは商品の間で同一で高い確率。だから、どの商品を買っても、そのなんか N 個のクーポンの中の一つが入ってるんだけども、それが入ってる確率はどれを買っても N 分の1で変わりませんと。だからなんか、そのなんか、すごく珍しいカードがあるとか、そういうことはないということです。あ、カードって言ってましたね。クーポンがないということです。で、今後ですね、その景品の集合、そのクーポンの集合のことをラージ N と書いて、まあ1から N とこういうその、なんだろうな、記号を使って景品、クーポンを表すというふうにしましょうとなります。で、問題ないかっていうと、先ほど言った通り、コンプリートしたい。全種類の景品を集めきるまで何個商品を購入すれば良いか。ちょっと問い方は言いたいですね。これ購入すれば良いかっていう言い方はあんまり良くなくて、購入することになるのかということをまあ考えたいということです。で、問題はですね、何個買えば十分かなってことは、決定的に言えない。決定的にというのは、なんか、変なことが起きると、ずっとですね、揃うことが、集めきることができるんですね。買い続けることがあるかもしれないわけです。で、そういうふうに、なんかこれ確率的に決まることなので、つまりですね、この購入商品数というのはこれ確率変数だから、まあ、二つの話を考えたいと。で、一つは購入商品数の期待値です。期待値で何個購入すればいいでしょうと。全クーポンを集めきるまでに購入する商品の数の期待値です。あるいは、これだけ商品を買えば、何パーセントの確率で揃います、コンプリートできますとかっていうようなお話をしたい。高確率で購入する商品数。ちょっとなんか日本語がわかりにくいかもしれませんけども、今言った、口で言ったような意味合いであって、これだけ買えば高い確率でコンプリートできるでしょうという商品数を知りたい。じゃあ、それをやってくれて、順番にやっていきます。で、基本的にこの2番目は1番目の回答に依存します。依存するときは1番目の回答を使って2番目の回答をしますという形になります。で、順番にやっていく。じゃあ、まず購入商品の期待値。これ考えましょうと。で、これはですね、いろんな考え方があるんですけども、今からお伝えするのは割と典型的な考え方です。それをお伝えします。で、その前に、やっぱりこれシミュレーションしましょうね。このね、確率の話はこれシミュレーションがで大事で、実際に皆さんもやってみていただきたいんですけども、割と面白いです。で、これ何かなのかっていうと、これ、景品数が100の場合、だから100個のクーポンを集めたいですね、ということを考えたと。だから、どのクーポンも、ね、N 分、100分の1の確率当たりますという形になっている。で、その時に何回、何個商品購入したでしょうってことをやってる。で、それをですね、100万回やりました。100万回やった。何かっていうと、100個集めきるという、思考を100万回やったということです。で、その時に、100万回中、じゃなくて、まず、1回あたり、1回、すみません、なんていうの、1回の思考で、100個の景品を集めるまでに購入した商品数が横軸になっています。で、その各購入商品数に対して、100万回の思考の中で、何回その購入商品数の、思考になったか。
っていうのを表すのが縦です。縦軸です。それを今これ頻度というふうに言ってます。で、これ頻度がこのオレンジで表されているというふうになります。だから例えばこの500ぐらいですね。500個実際買ったことになったような思考が、3500回ぐらい、100万回ありましたということになります。で、この青いのは何なのかっていうと、この購入商品数の分布というのは累積頻度です。累積頻度。で、累積頻度は最終的に、まあこれ100万回の100万になるんですけども、まあ、この山が高くなっているところで、この急激に上がっていると。形のは、これは累積分布の特徴ですね。こういう形になっているということになります。ですかね。ということで、何なのかっていうと、まあ、このシミュレーションにおいては、購入商品数の平均、つまり期待値は518.62です。だから、まあ、100個揃えようと思ったら、まあ、500個ぐらい買えばいいですかねってことが、まあ、大体わかりますし、まあ、これ見ても、まあ、1000を超えるとあんまないですよねっていう感じにもちょっと見えますよね。まあ実際は何回かあるんですけども、1000超えてることとかね、1400ぐらいまで到達することもあるんですけども、で、まあ2000ぐらいないと、ここら辺ないと。ここら辺、おそらくこれないんですけども、こんな形になっているということですね。で、そういうまあ分布になっているということになります。で、分布自体をですね、知るのは割と難しいです。だから先ほど言ったその期待値とか、この裾確率とかって言ってるんですけども、この期待値から外れる確率は小さいとかですね、そういうことを言いたいということになります。で、順番にやっていきます。はい。で、考え方なんですけども、商品はま、次々と買うんですけども、すでに、その、たくさん買っていくんだけども、その、時点時点で、すでにいくつ景品をもう持ってるのかってことを、記憶していくと、追っていきます。追っていきます。で、例えばその、今じゃすでに景品を10個、所持してると思い、しましょうと。で、その次に、そういう時にくじを買って新しい景品が当たる確率は何でしょうということを考えたい。ですかね。で、そうすると、くじの数は N 通りあって、あ、くじじゃない、すいません。クーポンの種類は N 通りあって、その中で新しい景品になるのは、今 J 個もうすでにクーポンを持っているとすると、新しいクーポンは N-J 個しかないわけです。ですか。だから、N 個中 N-J 通り、だけ新しい景品が当たるっていう事象が起きます。この条件のもとで。だからここに書いてある、条件付き確率っていうのは N 分の N-J になります。いいですか？で、ここで次の確率に差が考える。これは重要ですね。XJ と言ったら、景品を J 種類所持している瞬間から新しい景品が当たるまでに購入した商品の数。のことを言います。今がその景品と商品という言葉は今これ区別して使っているので、ややこしいから今から景品はすべてクーポンと言い直すことにします。クーポンを J 種類所持した瞬間から新しいクーポンが当たるまでに購入した商品の数です。ですね。だから例えば、じゃあ今じゃあ、だから J 個、もうクーポン、J 種類のクーポンを今持っているとしましょうと。で、そこから J プラス1種類目、新しい種類の、クーポンを引くまで、何個商品を購入したでしょうか、するでしょうかっていう確率変数です。これから確率的に決まるわけです。ですか。で、じゃあ今考えたのはこの XJ の期待値です。で、実はこれは N-J になります。なんでかっていうと、今 J 個クーポンを持ってるときに新しいクーポンが得られる確率っていうのは N 分の N-J なわけです。で、これは別の言い方すると、その当たりくじを引く確率っていうのは、今この N 分の N-J の確率で起こるって言ってるんだけども、それが起こるまでずっと商品を買い続けますって言ってるわけですね。で、それはですね、先ほどやったコイン投げとほぼ同じなわけです。ほぼっていうのは、全く同じなんです。なんかっていうと、N 分の N-J の確率で表が出るコインがあって、そのコインを表が出るまで振り続けることと全く同じなんです。で、その時にその表が出るまで振り続けた、その回数っていうのが、この問題においては、その J 個クーポンを持っている段階から J プラス1個の種類のクーポンを持つまでに買うことになる商品の数と等しくなるわけですね。まあ、それ今ここに書いてます。読み上げますと、景品を J 種類所持しているとき、クーポンですね。クーポンを J 種類所持しているとき、新しいクーポンが当たることっていうのは、表が出る確率が N 分の N-J である効果を投げて表が出ることとみなせるので、先ほどの話から XJ の期待値が N-J 分の、これの逆数ですね。であると分かります。いいですかね。ということで、XJ の期待値分かりました。で、何をしたかったかっていうと、すべての景品を買うまでに
何回買いますかってことなんで、それは、景品が、クーポンを0種類持ってるところから1種類持つところになって、そこから2種類持つところになって、そこから3種類持つことになって、点点点、N 種類持つことになるまでの商品購入数です。だからこれは、何なのかっていうと、購入商品数っていうのは、これ X0 から XN マイナス1の割になります。ですね。で、知りたいのはこれの期待値です。この期待値。で、そうするとそれは、X0 から XN マイナス1を足したものの期待値なんだけども、ここで期待値の線形線をまたつけるわけです。ですよ、線形線が使える。で、これは、ここに書いてある、確率変数が互いに独立かどうか全く気にせずに使ってよい。それが嬉しいわけですね。で、使いますと。で、そうするとバラバラになる。で、この一個一個の、この期待値は我々これ知ってるんです。先ほど言った通り、E の XJ っていうのは、N-J 分の N だったわけですね。だから J が0の時はこれ N 分の N です。X0 の期待値は N 分の N です。で、XN-1 の期待値はこれは JN-1 を入れると1分の N ということになるわけですね。で、そうするとこれ分子の N もこれ共通なんで前に出しましょうと。で、分母は N-1.1 なのでこれは K 分の1の K を1から N まで和を取ったものになります。いいですかね。で、このままですね、これ以上もう簡単にできないですね。できないです。なんかこれ、これなんか綺麗な形になるかというとこれなんないんですね。で、これはですね、よくこれ HN と書いたりしますし、大 N 調和数と言ったりします。ハーモニックナンバーですね。一応、英語も書きましょう。ハーモニックナンバー。となりまして、まあそういうふうに呼ぶということになります。で、まあだからこの購入商品数の期待値は、N×HN になりますということになります。で、まあ、これ HN でこれ書いたのは別にまあ、この和をですね、ただ一つの記号で書いてるだけなので、何もまあ、本質的にこれ変わってないんですけども、まあ、こういう数列というか、書き方をよくするので、ここでもしてると思ってください。はい。で、そうするとですね、何なのかっていうと、じゃあこれ HN これ何なの この和でいいんだけども、これだけじゃ何だかよくわかんない。これなんかそのなんか N に対してどういうふうに増加するのかとか、オーダーとかわかんない。ので、ちょっとこの HN とはどういう代物なのかってことをちょっと紹介すると、大 N 調和数ですね。と、まあ、こういう、あ、すいません。その前に、先ほどの、シミュレーションと今の結果を比べますと、先ほどの言った通り、先ほどのシミュレーションでは購入商品数の、平均が518.62になったんだけども、今計算した期待値は、100×H100。大100調和数なんですけども、それ、518.74点、これも計算できます。で、まあ、だいぶ近いものができてるっていうことなんで、まあ、このシミュレーションも正しいかなっていうふうにも思いますし、この計算結果も、まあ、よく合致してるということになるわけです。はい。で、今言ったことですね。この HN なんでしょうと。言うと、HN に対してはですね、こういう、ここに書いてあるのは、上階と下階が、簡単に導き出せます。まあ、演習問題でヒントはこの図って出せますと、積分とか考えてあげるとよろしいとかって感じにもなりますし、まあ、実は、数学的の方でもできるかもしれませんけども、ちょっとそれはあんまり私考えてないので、もし興味があったら、数学的の方でできるのか考えてみてください。置いといて、ここに書いてあるように、HL っていうのは、N プラス1のログ。このログだから、これ自然対数ですね。自然対数。出しかけなかった。自然対数。これそうですか。うん。よくですね、なんか高校の数学で、なんかログ X と書いたら、これは自然対数ですよとかっていうふうに言ってるんだけども、それは正しいんですけども、一理に。一理あるんですけども、それが通じるのは解析学とか微分積分だけです。で、本来はログを書くときには必ず手をつけてくださいっていうのが原則です。原則です。で、手をつけないときに、なんかログ X とかっていうときには、必ずそれが何であるかということを断るという習慣が重要です。習慣が重要です。で、ここは LN って書いてあるので、この LN は必ず自然対数です。自然対数って何だっていうと、だから、LNX っていうのは、ログ E の X。そうですね。で、まあ、一応それは、お伝えするとき、お伝えしておくんですけども、だから、対数の定っていうのはそういうものなので、ご注意くださいということです。で、ここは自然対数ですと。だから、まあ、何を言いたいかっていうと、まあ、HN のオーダーっていうのは、まあ、LN なんだと。で、まあ、プラス定数ですね。っていう形になるんだっていうことを、まあ、分かってほしいということです。だから、まあ、だから先ほどだから、今この購入商品数の期待値が、
NHN って言ったんだけども、これ大体、だから N、線対数ね。全銀的ですね。ってことになるってことが、まあ、この、上階と下階から分かるということになります。はい。ってことで、あ、そうですね。今言った通りですね。この NHN っていうのは N ログ N プラスオーダー N になるってことになります。ですかね。で、これで、まあ、購入商品数の期待値さ、先ほどの初めの、問いは、の答えは分かったということになります。ではですね、どれぐらい購入すれば、高確率で、全部揃うんでしょうかということを知りたい。例えば、この期待値の2倍、買えば、まあ、大体揃うんじゃないかなってことをちょっと期待してみたいなというふうに思うとしたら、この購入商品数が2倍の期待値以上になる確率を小す、が小さいってことを言いたいわけです。で、それで先ほどと同じように、このマルコフの不等式を使ったようとすると、マルコフの不等式もう一回書くと、マルコフの不等式は、ちょっと、前提条件とか仮定を全く無視して書くと、こうなる。すいません。ミュートされてて、どこからやればいいのかちょっとわかんないんですけども、ちょっと、ここからやり直しました。すいませんね。後で編集するかもしれません。はい。これ、上階と下階っていうのが、調和数に対してあります。で、それでですね、これ自然対数を表していて、このま自然対数っていうのはどういうことかっていうと、ログの t が e になっていると。ものです、ということですね。だから、まあ、オーダーとしては、先ほどの、購入商品数の期待値っていうのは NHN だったんですけども、それは、まあ、N ログ N というオーダーになりますよ、ということになるということですね。で、それがここにあると、ということになります。で、それで、マルコフの不等式を使うってことをやって、その商品、購入商品数が、期待値よりもすごく大きくなる確率を考えましょうと。どういうことかっていうと、あんまり購入商品数が期待値から、大きく外れなければ、もうすでに、だから2倍ぐらいですね。期待値の2倍ぐらいの商品を購入すれば、全部、クーポンが揃ってるっていうことを高確率で期待したい。期待って言っちゃいけませんね。それが高確率で起こるってことを言いたいんですけども、このマルコフの不等式ただ使うだけではそれで言えませんよということになります。で、もっときつい状態を出すために、先ほどはチルノフ上階の技法っていうのを使ったんですけども、今回は違うものを使いましょうということになります。で、それがこれですね。EI としたら、この2倍の期待値買い商品を購入したときに、クーポン I が得られないって事象を表すというふうにします。では、クーポンの、集合は1から N っていうふうな、まあ、自然数で表したというふうに言ったので、これはクーポン I といったらその I 番目のクーポンを表したというふうに思ってください。で、そうすると、何なのかというと、この EI が起こる確率っていうのはわかります。なんでかっていうと EI は、この I という景品、クーポンが得られない確率なんで、この 2NHN 回ずっとそれが出ない確率なんです。つまり、1回の購入で景品 I が得られない確率っていうのは N 分の N マイナス1です。で、それが 2NHN 回続きますよって言ってるんで、その確率は N 分の N マイナス1の 2NHN 乗です。ですか？で、これ考えましょうと。で、これは、まあ普通に見ると1マイナス8、N 分の1のなんとか乗って形になってるわけです。で、重要なことは何かっていうと、この 1-N-1 っていうのは、第1回目の講義で、
紹介した不等式を使って上から押さえられるということです。何だかっていうと、これ1プラス x が e の x 乗以下っていう不等式が任意の実数 x で成り立ちますということをご紹介しました。で、今この n 分の1、マイナス n 分の1です。マイナス n 分の1を x だと思いましょう。マイナス n 分の1、これ x だと思いましょう。で、そうすると、この e の x 乗のこの x がマイナス n 分の1なわけです。ですか？というだけかけます。そうすると、指数法則でこの n 消えて、e のマイナス 2hn 乗というのが出てきます。これ不等号ですね。で、hn は先ほど、出てきた、これですね。ここで下から、ログ n プラス1で抑えられますから、今マイナスがついてますから、hn をログ n プラス1で置き換えると、上から押さえられるという形になります。これ、n プラス1の2乗分の1です。まあ、これはですね、ちゃんとこのログの、対数のですね、定義を知っていればちゃんとわかると。まあ、もう少しこれ書き換えると、これは e の ln n プラス1のマイナス2乗ですね。ってことで、これ出てくると。ということになります。ということで、この一つの景品が、今のその 2× 期待値回の商品購入で得られない確率は、まあ、上からこれで抑えられるということがわかりました。ってことは、この回数、商品の購入して、ある景品が得られない確率っていうのも上から抑えられることになります。どういうことかっていうと、その 2NHN 回商品を購入して、まだ、景品が揃ってないっていう確率、つまり商品、購入商品数が 2NHN を超えてしまう確率っていうのは、先ほど言っていた、この EJ、EI ですね。EI っていう事象がある I について起きているということと同じになります。ですから、E1 または E2 または点々または EN になるわけです。で、このまたはで連なっているものは、このまたはをこの和で置き換えられるというのが、まあ、よくご存知のこういう不等式なわけです。これは合併状態とかユニオンバウンドとか、まあなんか、どういうふうに言われるかよくわかんないですけど、まあ場合によってはなんかブールの不等式とかっていう時もあるかもしれませんけども、まあだから皆さんがどういう言葉で習っているかわかんないんですけども、まあこういう不等式が成り立つことは皆さんご存知だと。で、それを使っているわけですね。繰り返し。で、出てきます。で、そうするとこの EI の確率ってのがあるんですけども、これは先ほど上から n プラス1の2乗分の1で抑えられますよってことを言ったわけです。で、そうすると、まあそれが n 個あるわけですね。ってことは、まあこれは、まあ大体 n プラス1分の1なわけです。ですかね。で、これは n を大きくすれば0に行くわけです。n を大きくすれば0に行く。だからこれによって、ようやく、この購入商品数が HN の2倍を超えるぐらい買うことになる確率っていうのはすごく小さいですよと言えるようになったということになります。いいですか？だから、まあ、ここでは、その、先ほどのチェルノフ上階の技法を使ってるわけじゃないんだけども、まあ、別の不等式ですね。こういう、その、よく使う、まあ、当たり前の不等式だと思うんですけども、まあ、そういうものを使うことによって、こういう、その、有用な、結論が得られるってことは重要です。いいでしょうか。はい。ちょっと途中なんか、音声が途切れたりして、すいませんでした。はい。で、それで、ちょっと、なんだっけ、補足なんですけども、実はもっと細かいことが知られていて、この商品、購入商品数がその期待値の2倍じゃなくて、期待値から CN だけ離れる確率がどんなものになるのかってことも知られていて、で、それがですね、この C によってですね、どういうふうにその変化するのかということが、全近的に変化するのかってことが、もう1960年の段階でも分かってる。というのはこれは恐ろしいんですけども、そういうもんなんですね。数学っていうのは怖いですね。で、それはまあ、こういう形の式で表されるんですけども、まあ、これは別に、まあ、どうでもいいっていうふうに言っちゃいけませんけども、ここでは、この式だけご紹介して、まあ、こういうことも知られてますよってことをお伝えしたいだけです。で、つまりですね、割とこの分野、深いんです。いろいろなことを勉強できますし、いろんなことを考えられている。で、まあ、皆さんもいろいろとやることができるかもしれないっていう、そういう、分野というか、トピックになっているというわけです。まあ、これ証明ではですね、なんかそのポアソン近似と呼ばれる手法とチェルノフ上下の技法っていうのをまあ組み合わせて使うんですけども、これは割と大変です。で、ですけども、まあ、ちょっと勉強すると、こういうことも出てくるということなんで、もし興味がある方は、ぜひ勉強してみてくださいということになります。はい。
で、まとめですね。設定としては、商品を買うと N 種類のクーポンの中の一つが当たって、どの、クーポンに対してもそれが当たる確率は N 分の1で、それは商品間でどういったら高いの確率。その時に、景品を集めきるまで、クーポンを集めきるまで何個商品を購入することになるでしょうという話でした。その期待値は NHN ですと。HN っていうのは、調和数。で、K が1から N までの K 分の1はと、いうことでしたね。はい。で、これは大体、ログ N でしたということです。はい。で、N が、ま、現在の時に購入商品数高い確率で NHN になるということになります。ですかね。ということで、このクーポン収集問題の話はおしまいになります。はい。では、最後のトピック。誕生日のパラドックス。これ、ガイダンスの時にやったものですね。はい。例えばですね、こういう問題がありましょう。10人いる部屋の中に誕生日が同じ2人はいますかとですね。そのような2人がいる確率は何でしょうか。これを誕生日問題とか言ったりします。で、まあ、これは、もちろん、いろんな、数学的に考える場合は、いろんな仮定があってできることなので、その仮定をちゃんと言います。まず、1年は366日あるとしましょう。で、人の誕生日はそれら366日の間に等間隔で分布している。アイスさんの誕生日は J である確率は366分の1ですということです。いいですか？で、これは仮定です。で、その時に、じゃあこの10人いる部屋の中に誕生日同じ2人がいること、確率を考えましょうと。だからもちろんこれは、確率的に起こるわけです。必ずその10人いる部屋の中に誕生日同じ2人がいるとかです。言えないので、確率的に起こるのだから、その確率を考えましょうということになります。で、これは割と、単純に計算できます。だこの10人の誕生日は全て異なる確率をまず計算します。で、そうすると、どういうふうに考えてほしいかっていうと、今ですね、これですね、これカレンダーだと思ってください。これがですね、通じないんですよ。これカレンダー。1年のカレンダー。で、12ヶ月あると。12ヶ月あると。で、何かっていうと、これ、今これ6人いるんですけども、まあこれ10人の誕生日は全て異なるというのは何かっていうと、例えばこれ1人目の人の誕生日はこれです。二人目の人の誕生日はこれですっていうふうに、まあなんか順番にそのカレンダーから日付が選ばれていくっていうようなイメージを持ってほしいんですよ。で、その時にこの選ばれた日付っていうのが全て異なるというのが、まあ、この図では6人ですけども、10人の誕生日は全て異なる時には起きていることになります。ただそれはどういうことなのかっていうと、その10人の人のこの誕生日の選び方っていうのは全部366分の10、10乗通りあるわけです。で、その中で、10人の誕生日が異なるような選び方というのはどうなるかというと、1人目の人が1個の誕生日を選ぶ方法は366通りあるんだけども、2人目の人は、1人目の人が選んだ誕生日を選びませんから、その誕生日の候補は365しかないわけです。ということを考えると、10人目の人までは、その1つずつですね、その候補となる日付が減っていきます。で、10人目の人が選べる日付は357通りしかないということになります。で、まあ、こういう確率で、そのすべての誕生日は異なるということが起きるということが分かるということですね。これ計算すると、まあ、近似値ですけど、これ 0.33、あ、0.883 だということが分かります。で、これはですね、10人の誕生日はすべて異なる確率なので、同じ誕生日の人がいる確率っていうのは、この事象の4事象だから、1-0.883 となって、これは 0.117 になります。だから、まあ、10人、部屋にいたら、まあ、11% ぐらいの確率で同じ誕生日の人が2人いるということになります。まあ、これはですね、なかなか起きないですね。なかなか起きない。ですが、この10が変わった場合ですね。じゃあ、30になったらどうだと。同じ計算すると、まあ、この、30人の誕生日は全て同じ、異なる確率は366分の、じゃあ、366と30乗が、分母にきます。で、分子の方は先ほどと同じように 366×365× 点点点と聞いて、337までいきます。はい。で、これを計算すると、これは 0.295 という形になって、その4事象の確率は 0.705 になるわけですね。つまり、30人いると70%ぐらいの確率で同じ誕生日の2人がいるということになって、これはですね、かなり起きます。かなり起きます。ので、まあ、ぜひ皆さんも試してみていただきたいと思うんですけども、かなり、います。ということで、まあ、これ今これ30人なんですね。で、まあ、これ一般に N 人でもできると。で、そうするとこれ計算できると。こんな感じで。で、計算した、様子をこれプロットしましたと。横軸人数ですね。だから先ほど言ったこれ30人のところでは、だいたいこの 70% ぐらいの確率と。これ縦軸がこれ同じ誕生日を持つ人がいる確率です。
で、まあ、10人だと、まあ、11%ぐらいですかね、というか、ここですね。で、もうなんか急激にこう上っていて、例えばこの40人ぐらいいると、41人いると、まあ、90%ぐらいになっているということですね。ってことなんで、これはですね、そんなに、低い確率でしか起こらないってことではないので、まあ、直感とそういう意味で違うってことで、誕生日のパラドックスと呼ばれたりするということになります。はい。で、まあ、これは今、まあ、仮定として1年366日ですとか、30人いますとかって形で計算したんですけども、そこら辺もまあ一般化できるわけです。どういうことかっていうと、例えばまあ1年の日数を K としましょうと。で、部屋の人数、先ほど30と言ったのを M としましょうと。で、そうすると、この、I さんの誕生日は J である確率っていうのが、この1年の日数の中に、均等に分布しているとすると、これ K 分の1になりますと。はい。で、この時に、部屋の中に同じ誕生日の2人でいる確率は何でしょうとかですね。同じ誕生日の2人でいる確率は2分の1を超えるのは、いつっていうのはその K とか M が何の時に超えるでしょうということを考えていきたいと。で、この1番の方は先ほどと同じように計算すればいいだけです。何かというと、まず、M 人の誕生日は全て異なる確率を計算しました。1年は今 K 日なので、分母は K の M 乗と。で、分子の方は K から順番に K-1 とかかけていって、最終的に K-N プラス1までいきます。で、そうすると、この確率ですね。この確率を今これ書いたのはこれです。で、ちょっとこれをちょっと簡単にしたいんですけど、これが簡単になかなかできなくて、まあ一応書いたのは、これは K 分の K-I の積です。ですね。ですね。で、まあ、この K 分の K-I を 1-K 分の I と書きましょうとします。で、そうすると、この先ほどのですね、このまたこの有用な不等式使えるので、このマイナス K 分の I のところを X だと思うと E のマイナス K 分の I 乗ができます。ですね。で、それの積なので、指数法則からこれはマイナス K 分の I の和が E の型に乗っているような形になっているということになります。ですかね。だからちょっと、この部分、大きく書くと、i が0から、m-1 までの、マイナスマイナスで、k 分の i になります。で、これは、これ、k 分のマイナスですかね。すいません。だから、これ、マイナス k 分の1の i が0から m-1 までの i と、つなぎます。で、これは、2分の1、m-1m ですね。となりますから、この式が出てくるということになるわけです。ですかね。で、これはまあ、あくまでも上階ですけども、まあ、上階で今後の話十分なので上階でやっていきます。はい。まあ、厳密な式が欲しかったらこれです。はい。ということで、何なのかっていうと、これは、すべての人の誕生日は異なる確率なので、二人同じ誕生日になる確率っていうのは、余事象を考えればよろしいということなので、これですね。1マイナス、今出てきた式以上になると、なります。で、これで、先ほどの中の指数関数的なですね、動きっていうのがなんかわかるような気がしてくるということになります。で、今、だからこの確率が大きくなるときを知りたいんですけど、実際はこれですね、m がルート2ログ2 k プラス1以上のときに、ここに書いてる右辺が2分の1以上になります。このときですね。このときにこうなるということが言えます。なぜか、実際にこのときに、こうなるってことを、まあ、言えばいいわけですね。これは、だからもうこれ計算するだけなんで、まあ、実際やってみるんですけども、まあ、こうであるときに、これ両辺から1引いて2乗するとこうなります。まあ、今、行った変換は全部、全端者というか、全端者って言っちゃいけません。2乗するっていうのは、この範囲は増加関数なので、まあ、大丈夫。はい。で、そうすると、これが成り立っていれば、片方の m-1 を m-2 に置き換えても、不等号が成り立ちます。ですね。で、これを整理して、こういうふうに書きます。どう整理するのかってわかんないかもしれませんけども、2k で割ってマイナスをつけます。ですね。こうなります。で、そうすると、この全体の式を e の型に乗せましょうと。で、そうすると、左辺の方は e のマイナスログ2になりますけども、これは、2分の1になると。ということになりますね。そうすると、この部分が2分の1以上になるので、この部分が2分の1以下になるので、全体としては、この考えている確率は2分の1以上になるという結論が得られるということになります。いいですかね。ということで、まあ、この時には、2分の1以上になるということが分かるということになります。いいですかね。
ってことで、まあ、先ほどの問いには、まあ、一応答えたということになります。で、今、この誕生日のパラドックスが誕生日問題とかっていうふうに言ってたんだけども、なんで、まあ、こういうことを考えるのかっていうと、まあ、いろんなですね、実は応用があるということになるんですね。で、一つはですね、この8週の話があります。で、8週の、ちょっと復習をすると、何だったかっていう、8週半数っていうのがあると。なんかその、N 個ある集合から K 個要素を持つ集合の関数のことを、まあ、ハッシュ関数というんだけども、その関数はですね、なんかよくかき混ぜるような関数であってほしいんですね。このハッシュっていうなんか出たことを考えるときには。どういうことかっていうと、なんだろうな。まあ、簡単に言うと、なんか単車っぽくあってほしい。単車っぽくあってほしい。だから、あんまり、その違う要素が同じところに移されるようになってほしくないってことです。イメージです。これ上が N で下が K なんですけども。で、まあ、それは HX イコール HY であるならば、AX イコール Y であってほる可能性が高くなってほしい。ってことです。で、そういうふうな H を、まあ、作るとかですね、そういう話がたくさんあったりして、いろいろと、それも深い話なんですけども、で、そういう、だから、望ましいことが起きてほしいんですけども、そういうことはですね、可能性としては、これ典型的な、応用では、K の方が N よりも小さいので、まあ、必ずどっかで、この同じところに行ってしまうことが起きます。で、そういうふうになるときに、そのハッシュ値が衝突するとかっていうふうに言ったりするわけです。で、これ、好ましくないというと言います。じゃあ、この好ましくないことがですね、どれぐらいの確率で起こるのか。例えばですね、この H っていう、このハッシュ関数がですね、このなんか、K 個の中のなんか、この要素をですね、まあ、ある意味で、一様分布に従って選んでるような関数だとすると、どういうことが起きるのか。っていうことを考えましょうと。で、そうすると、実はこの要素数 M の部分集合にハッシュ値の衝突する2つの要素があるってことと、1年が K 日の場合、M 人の部屋の中に同じ誕生日の人が2人いるってことが同じだと見なせます。前のページに戻ります。今、この図はですね、下の方がこれがカレンダーで、上の方が教室にいる生徒。だと、見なすとこれ全く同じなんですね。先ほどのカレンダーの日付を選んでるっていう状況と全く同じ。で、この衝突が起きてるのに、実はこの二人の誕生日が同じであるってことに、まあ、対応しているとなるわけです。つまり、この望ましくないことが起きる確率っていうのが、先ほど言ったその同じ二人の、あ、えっと、同じ誕生日の二人がいる確率っていうことが全く同じように対応します。で、先ほどのその単純のパラドックスとかその計算で言ったことは何なのかっていうと、こういうことは案外高い確率で起きますよってことなわけです。もう少し言うと、この M が先ほど言った不等式を満たすときには、そのような2要素が存在する確率は2分の1以上になって、まあこれは割と大きいでしょうってことになるわけです。で、そうすると、この好ましくないことがどれぐらいの確率で起こるのかってことが分かったりするので、まあそういう確率をじっと見ることによって、このハッシュというデータ構造がどのような振る舞いを起こすのかとか、どのようなその計算量で実行できるのかとかっていうことが、まあ、詳細にわかるようになっていきます。で、まあ、その出発点が、こういうその誕生日のパラドックスの話にあるということになります。で、ハッシュの話はですね、非常に奥深いので、ここでやめようと思うんですけども、もし興味があったら、ハッシュのこといろいろと調べていただくと、こういう話も出てきますし、いろんな確率的な話とか、代数的な話とかですね、たくさん出てきて、本当に、数学が好きな人には楽しいかもしれません。で、そういうデータ構造を使う人も、ぜひそういう内容を知っておいてほしいかなというふうに思うことになります。はい。ではですね、今日のまとめなんですけども、今日はこの典型的な確率的に算システムの解析ができるようになるって話をしました。途中、音声が途切れてるんですけども、おそらくちょっと編集しないと思います。だから皆さんこの動画を見たときはもうそこは編集されてないことは分かってると思うんですけども、ちょっと私はちょっと今回、ちょっともうなんか力尽きてるので多分その編集するとかってことできないので、すいませんがそのまま上げると思います。で、まあ、言い方が悪いんですけども、もしちょっとよく分かんなかったなっていうことだと、だったりしたら、昨年の動画を見ていただくと、まあ、同じ内容なので、同じようにやってるので、その部分だけちょっと補足で見ていただくと、まあ、いいかなというふうに思う。まあ、それだったら、初めから今年用の動画作らなくてよかったかもしれないというふうに思われるかもしれませんけど、まあ、実はちょっとね、サイドをちょっと変えたりしてるので、今年用なんですけども、その部分、音声が途切れてるっていうところがちょっと補足必要だっていう場合には、昨年度の動画を見ていただくか、直接質問をしてください。よろしくお願いします。はい。では、またですね。で、もう一
じゃあ、今日の授業これで終わりになります。ありがとうございました。